だいぶ長いことお待たせしたんですが、この度青いもやの中で、小瀬沼殺人事件ということで、やっと出版になりました。前回のですね、樋口さん殺人事件と同じようにですね、写真家の剣平四郎が、殺人事件の謎を追いかけて、全国を飛び回るというストーリーです。今回もですね、事件そのものは小瀬沼での事件を発端にですね、その後新潟県奥多摩での、これは実際にあったことですけども、昭和13年2月に当時の、帝国陸軍機の輸送機が落ちたという、実はですね、その大型輸送機以外にもう一機陸軍機が落ちていたという設定になっています。で、その奥多摩での、その、陸軍機の墜落事故にまつわる物語ですね、そういったものをこう一つ一つ剣平四郎が謎を解きながら、全国を旅します。新潟、それから長野、もちろん東京、そういったことでですね、皆様男の読者の方はよくご承知の、撮影のメッカといいますか、撮影地で皆さんが訪れたところを剣平四郎も歩いています。そんなことで、剣平四郎が、いろんなところを各地、旅をしながらその事件を解明していくというそんなことになっています。ぜひですね、撮影に撮っていただいて、剣平四郎がですね、辿った道、工程、訪ねた場所をですね、ご自身でこう歩いていただけたらいいかなと思います。青いもやの中で、一つよろしくお願いします。